明日は休みだ。花金最高。土曜は朝から掃除して映画見てご飯食べてカラオケ行くぞ。ウェーイ。朝か。もう13時じゃん。すでに休みの前半終わってんじゃん。とりあえずツイッター見るか。ふう、ベッドから出たくない。でも腹減ったな。ラーメン、ラーメン。はあ、食べた食べた。よし寝るか。一度ダルダルモードに入ると着替えるどころかシャワーを浴びるのすらだるい。あ、16時か。てか寝すぎて頭痛い。ココイチ行くか。服着替えんのめんどくせえな。うまっ。やっぱりほうれん草チーズトッピングは鉄板だな。あー、うまかった。ありがとうございました。もう夕方じゃん。なんだろう、この一日を無駄にした感。この美しい夕日を見る資格が俺にはあるのだろうか。つか今日誰とも話してなくね。ああ、ココイチのおばちゃんと喋ったか。なんかしなきゃ。おいっす、今暇？どうしたの？これから遊ばない？カラオケ行こうぜ。あ、ごめん、今友達とバイキング来てるんだよね。マジか、いいな。みんなと外で食べるお肉美味しかったよ。おお、そかそか。じゃあまた今度。うん、ごめん。あ、全然全然。はあ。あ、そういえば映画見たいんだった。映画映画。空席状況はどうかな。いい席全部取られてんな。土曜だもんな。まあ今日はコンビニでお菓子買ってネットフリックスだな。この映画結構面白かったな。つかもう24時か。なんか今日 YouTube 見てネットフリックス見てたら終わった。掃除は明日すればいいか。うん、寝よう。ダメだ、昼に寝すぎて寝れねえ。明日はなんかしなきゃ。あ、もう14時じゃん。あー、また寝すぎて頭痛い。けど今日は絶対に外に行く。リア充に俺はなるんだ。シャワー、髪セット、服着替えて、バナナ食べて、オッケー、行くぜ。暑い。何この日差し。スタバスタバ、めっちゃ混んでんじゃん。嘘でしょ、何これ。しかも子供連れ多いな。なんとかフラペチーノのトールで。はい。うまいけど狭いしうるさいな。あー、何もしてないのに疲れた。もう帰るか。結局家が一番だな。楽な格好でいいし、お金も使わなくていいし、人に気も使わなくていいし。今からポテチのビッグサイズ買って家でネット見ながら食べようっと。一人で自由に過ごせる時間最高。バイキング、みんなと外で食べるお肉は美味しい。味は変わりましん。よっしゃ、ここまで来たらだらけまくってやる。休む日と書いて休日だもんな。本当は最高なのに無駄だと思うからダメなんだ。無駄かどうかは俺が決める。終わり。また来てね。